まあリングライトを買ってね、良きですよ、ほんと嬉しい。韓国の方がいらっしゃいますね。アニュハセヨー、わからんけど、三つ編みやん。そう、三つ編み、本当は二つ結びだったんだけど、三つ編み昨日二つ結びしたから今日は三つ編みにした。千歳ちゃん、スキミョンルルン、こんにちは。こんにちは、スくん、こんばんは。エアコン、ばんエアコンと、そう、エアコンポンポン言ってます、ポトポト言ってます。なんででしょうかって感じ、ピエンですね。はい、みやっちこんばんは。こんばんは。ミニーちゃんオーディションぶりに見たよ。ん、ミニーちゃんオーディションぶりに見たよ。見た、ちゃんと調べましたか。姉さんもこんばんは。ティーカーさんこんばんは。お姉さん、そっちのお姉さん、カナルームにサチとユーナに来てたよ。あ、そうなの、そうなのね。まるともちゃんこんばんは。わしの姫は安定の可愛さだ、イエーイ。なんか今日でもなんかさっきちょっとメイクしたんだけど、今メイクしたのね。そしたらなんかちょっとこう、なんかこう、わかるかな、こうこう引いた瞬間暗く見えるんだけど、どう思う。自己物件の格安部屋借りたの。いやー、そんなことはないよ。昨日の夜正座して待ってたのに。そう、昨日の夜はねちょっと配信しなかったんですよ。そうしようと思ったんだけどね、ちょっと喉が痛すぎてやめました。花ピーさんこんばん。アバター全然ヒッチ当たらん。マジ？響きも全然当たらんのよな、本当に全然。そうそう、姫、響きちゃん聞いていい？長崎出身だよ。長崎出身よ。どうせジム行ってないやろ。いやね、昨日本当にジムに行こうと思ったんよ。けどなんか雨がひどすぎて、なんか自転車で行こうと思ったけど、ちょっとさすがに危ないかなと思ってやめました。ツッツン。ってことはペーロン船の競争待ち位置してる。何それ、聞いたことないんだけど。橋野正樹さんこんばんは。綿雨さんこんばんは。やっぱりそう、やめちゃったの。自転車買ってきた、配信してなかった。あ、配信してたよ、昨日配信したんだけど、夕方7時ぐらいまでしてたんですけど、そう、夜もワンチャンするかもって言っててしなかったんだよね。そうです。歌ってるひーちゃん早く見たいんだが、見せたいですね。ツアーがありますけれども、もう久々に歌とか歌っちゃう。でも特になんだろう、なんか今歌おうかなと思う歌がないな。長崎の祭りとしてペーロン有名だよ。何それ、初めて聞いた。今日の STU 公式のひーちゃんの写真、前にいた田村なつきちゃんに似てた。 STU 公式のひーちゃんの写真、何それ、何何ですかそれは。なんか出てたの。歌聞きたい、歌聞きたい。ツナマヤさんこんばんにゃ、こんばんにゃ。48グループの夏曲といえば、夏曲といえば、夏曲といえば、なぎいちかな、なぎいちかな多分。今日のホットな話題は、ホットな話題って何、ホットな話題って何、ホットな話題ってなんだろう。今日はとりあえずレッスンでしたっていう。わかんないわ、久々のあれだったんだけど、レッスンだったんだけど。ナオホーさん、みつあみかわいい、ありがとう、ありがとう。
こと、うん、ひーちゃん、俺と話のネタことごとく噛み合わなくて申し訳ない申し訳ないって。ポニーテールとシュシュ、あー、いや、そうだわ、夏曲だわ、完璧。ひろしさん、こんばんは。 FERDID さん、こんにちは。ハロー。ラブラドールレトリバーとか、え、待って待って、どんな歌だったっけ。え、待って、え、どんな歌だったっけ。ラブラドール走って波打ち際でみたいな感じだよね。水しぶき、トゥル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 ラブラドール、え、そうだよね、そうだよね。そうですよね、ほら、そうそうよ、砂の上を追いかけ、あの日のようにサンダル脱ぎ捨てて笑って初めての、合ってたわ、合ってた。エブリデイカチューシャ、エブリデイカチューシャ大好きだったわ、ほんと。エブリデイカチューシャ外しながら、君が不意に振り返って、風の中で微笑むだけで風が、あ、なぜか何も言えなくなるよ、こんな思っているのに、トゥトゥトゥンカチューシャ、えいよ、こんな感じだったよね。こんにちは、チャーハン定食さん、こんにちは。ぽんちゃんさん、こんばんは。ひーちゃんハート、こんばんは。しょうさん、こんちゃ、こんちゃっす。正解って。きっかけ？きっかけって48の歌だっけ？きっかけ？歌。乃木坂さんだよね、やっぱり。そうだよね、48じゃないよね多分。お姉様から LINE で俺のツイートしたか届くからお楽しみ、お楽しみにしとくわ。そう、ラブラドールレトリバー絶対声に合う。マジ？お犬様の歌かな。さよならクロール懐かしい。あらくさよならクロール、どんな歌だったっけ、どんな歌だったっけ。さよならクロール、青い海キラキラ、あなたの焼けた焼けた、なんとか肩が波を分ける。さよならクロール、こんなに好きなのに。あー、ちょっと音程わかんなくなった。砂浜の気持ちを分かってくれない、夏の意地悪だよね。切ないクロール泣きそうよ、なんだかあなたを、うん、こんな感じですよね。久々に聞いてちょっと歌えたのはすごいわ。うん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 、呼んだって、こんにちは、合ってる、買った。しんいちさん、こんにちは、ハートありがとう。エアコンがリズムを刻んでる。あ、本当に本当にね、リズム刻むなってね。カメラこんな綺麗な子おるよ、ありがとう。裸足でサマーってさ、裸足でサマー
乃木坂だよね。また私わかんないわ。乃木坂さんの歌はねあまり知らないんですよね。わかんないわこれ。どんな歌？あーわかんない、わかんない。天使の歌声聞こえてきた。あははは、うふふ、嬉しい。誰が好きかわからん。フラペチーノさん私が好きよ。アンピーちゃん家を聞いたけど忘れたみたい、また教えてあげて。どういうこと？家を聞いたけど、私のお家を聞いたけどってこと？もう全然教えますよ、来てくださいって。来てください、アンピーさん来てくださいって真夏のなんだっけそれ、真夏の、真夏の SSO、 あこれだ、うーん待って待って、真夏の、真夏の、あーあーあーあ、これか、はいはい、ちょっと待ってよ。サンオイル背中に塗ってと、水着の上外しながら寝そべた、うん、大胆な君の一言は甘ったるい匂いがした。懐かしい。どこまでの青い海の空、僕たちの関係に似て、ん？似てる。水平線は交わってるのに、そう今はまだわがままな妹のようさ。真夏のサムスク、つぶやきながら次のステップへ進みたいね。恋のカリキュラム、波音とサムスク、心が騒ぐよ。去年よりも僕は本気になる。だよね。やば、私あの歌詞だけ見て歌えたのちょっと天才だわ。もうめっちゃもう10年ぶりぐらいに聞いたよこれ。わー懐かしい。ピュームさんこんばんは。夏ひまわりからレセット、とっことハム太郎、ハム太郎。決心のきっかけは、決心のきっかけは、決心のきっかけ、あ今日50日目や、50日目に入ったよ。今日50日目です。決心のきっかけ、決心のきっかけ出てこないよ。あそれきっかけの歌かな。とことととどこハム太郎壊れたのだか言わせ、髪がめちゃうねんねしてると思ったら三つ編みだった。そう三つ編みだよ。うまって、ありがとうありがとう、エブちゃんハートありがとう、ジトクさんラビュー、こんにちは。ひちゃんの歌聞くと押せるわってなるよね。本当嬉しい嬉しい。花火大会に行って動画撮ったのツイートしたから見てね、ひーちゃんに夏の気分をおすすわけ、おすすわけ、ありがとう。お姉さんも送ってくださいでしたら。M ちゃんハート100個ありがとう。何度目の青空かは知ってるよ、それめっちゃ好きだもん、前歌ったじゃん。それはそれは歌えるよ。校庭の端で反射してた誰かが閉め忘れた蛇口、
大事なものが、あ、待って、大事なものがずっと流れ落ちてるようで、風に耳を塞いでた。僕の心の片隅にも、あ、出しっぱなし何かがあるよ。このままじゃいけないとそう気づいていたのに、見ないふりをしていたんだ。膨大な時間と、なんだ、出てきる可能性、自由はそこにある。何度目の青空か数えてはいないだろう。日は沈みまた昇る、当たり前の毎日、何か忘れてる。何度目の青空か青春を見逃すな。夢中に聞いていても時には見上げてみよう。なお今の自分を無駄にするな。だよね。いいよ。 AKB を好きになったきっかけはポニーテールとシュシュ。ポニーテールとシュシュ。ポニーテール。ポニー。ポニーテール。ポニーテール。え、待って、この音程が全然入ってこない。なんだっけなんだっけ。え、待って、音程わかんない。これは、待って、全然わかんない。これ音程わかんない、教えてほしい。忘れちゃった。ポニーテール、何だったっけ。またモチベ上がったのは来月もメール取りますね。ありがとう、たけるくん。サウンドグッド、サウンドグッド、サウンドグッド。全然読み方が分かんなかった。ケンイチさん、こんちゃーす。ありがとう、うまーって。ありがとう。ボンちゃん、かわいい。ありがとう。ひーちゃん、幼稚園で歌ってたの。ひーちゃんはよく小学生とかの時にめっちゃ歌ってました。 AKB めっちゃ好きで、そう、昔の曲はめっちゃ知ってる。ひちゃんの夏のサウンドグッド、いいや。ありがとう、ありがとう。かいちゃん、グーグー、ありがとう、ありがとう。かいちゃん、ありがとう。今日の浜入れでコンビJC 髪型打ち合わせした？いや、してないけど。え？三つ編みなの？一緒？道秀さん、こんばんは。ケンケンパーさん、こんばんは。佐藤さん、こんばんは。くんちゃん、くんちゃんじゃないわ。くん、くんさん、こんばんは。三つ編みかわいすぎ。ありがとう。かわいいでしょ？やばすぎ。ひーちゃんのピアノで歌って？どういうこと？ひーちゃんの。ひーちゃんのピアノ？何度目の訪問か。いらっしゃい。え、どういうこと？何度目の青空が好きだから、サイレムカラー黄色黄色にしたんだよ。え、そうなの？ひーくんさん、こんちゃん。それでは聞いてください。浜田響きでサングラス。サングラスで君はいつだって眩しくて、ちゃんと見えなかったんだ。ん？待って待って、見えなかった。ちょっと今歌詞違ってくね。ミワさんのミラクル。ミワさんの歌歌いたい。あー、歌いたい、マジで。ポニーテール、ポニーテール、ポ、え、何だったっけ。本当にポニーテールとシュシュのやつって。ツイッター、エゴサしてますか？お姉ちゃんがしてくれてて送ってくれます。制服レジスタンスしてますか？あー、わかんないわ、わかんないわ。ひろしさん、ハート100個ありがとうございます。 AKB 聞いてたのが小学生って。そう、小学生ですよ。中学生までは聞いてたかな。韓国アイドルみたいやな。もう、え、嘘。そんなことないっしょ。絶対違うよ、それは。
ホリケン銀河さん、ハートありがとう。ひーちゃんのソロコンまだ、ひーちゃんソロコンするまでの技術はないですかね。ホリケン銀河さん、おっぱありがとう。瞳にリングライトの光の輪が映っていて可愛いです。ありがとう。今日はしっかりメイクしてますね。メイクしてます。ちょっとね、でもこれも少しですよ。サステナブル、サステナブル、サステナブル、いやー絶対歌えない感じかもしれない。サステナブル、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 歌、ん、AKB48 のサステナブル、歌詞がない、歌詞がない、歌詞がないぞ。うーん、歌詞、歌詞、歌詞、うーん、え、サステナブル、え、どんな歌それは。待って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 、ちょっと探しますわ、ちょっとお待ちください。歌聞くね。サステナブル、サステナブル、あー、これか、これめっちゃ好きなんだけど、歌えるかはちょっと微妙ですね。ちょっと待ってください、ちょっと待ってね、ちょっとお待ちください。サステナブル、サステナブル、サステナブル、よくね、これ難しいよね、ちょっと、あー難しいわこれ。これっきり、あ、ちょっと難しいね。ドゥルドゥルルルドゥルドゥルドゥルルドゥルル、ちょっと無理だな、ちょっと難しいねこれは。ここにこれは何だったっけ、君に出会えたから、あれっきり、ちょっと難しかったです。夜勤中のミッキー、絶対さ猫さんじゃね、絶対猫さんでしょこれは。トシ君こんばんは、こんばんは。ゆうたさんこんばんは。手もでも涙知ってる、あ、わかんないかも。わあ懐かしい、ポニーテールとシュシュ、ツーンツルツーンツルツーンツルツツン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 ツルツツン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 、ツツ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 ツン、カレンダーより早くシャツの袖口めくって、太陽が近づく気配、ゆかな、あー分かったー、てん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 、青い海なぎわね、あ、来た来た来た、水しぶきポニーテール、ウニ、はいはいはい、懐かしいですね。でも全然なんかうまく歌えないやつですねこれはね。はいはいはい、いやいや、メイク髪型 K-POP のアイドル見て、いやもうそんなそんなことないですから、ほんとハッシュタグ好きなんだ、あ、好きなんだ、好きなんだ、
うわこれちょっと微妙かもしんない、これはあんま聞いあんま分かんないかな。マルシさんこんばんは、こんばんは。テンショ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 ンテンションマックスかな、ハイテンションは。そうだよね、高校時代ギャルに目覚めて AKB してたの。違うよあの私はその中学校くらいからちょっと韓国にハマりだしまして、そう韓国が好きでしたね。でも AKB さんのやつも聞いてた。どんな歌だっけこれ。あー難しい、トゥトゥルトゥルトゥ、あー難しいね、ハッシュタグ好きなんだ、ちょっと難しいな歌が。ワインも思った、今日韓国っぽいね。マジ？うっそん、そんな超可愛い歌歌詞がない、夜中に食べたくなるよねどういうこと、歌詞がない、歌詞がない、歌詞の話でしょジュンナさんこんばんは。さよならクロール歌った AKB48 15年週間作ってこられた、これまで MV を再現したシンガル MV のマステナブル。あそうなの、リップ濃いめにした。うん、うん、いつも通りだと思われるよ。ポポさんこんちゃっす、あれっこりあれっこりこっちさんがよく歌って、あそうなの、あれっきり歌うまかったからね、あの子。どの子ですか。永遠プレッシャー、永遠プレッシャー好きだよ。永遠プレッシャー歌えます、永遠。私にん、私に期待しないで、理想の彼女になんてきっとなれない、プレッシャー、ズルンズルンヌーズルズルンズルンズンズル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 、真冬の欅通りで突然告白された、どうして私のことを選んでくれたの、仲良しグループ映画の帰りに、あなたが想像も、やばいちょっと忘れてきた、こ見つめられたらプレッシャープレッシャー、愛に慣れてないから、わわわわ、私に期待しないで、今のままじゃダメなんだ、綺麗になりたい、プレッシャー。難しいねこれ。正解って猫さん当てたわ。すでに話終わった、すいません。ツイッターはあれ偽物よ、偽物です、偽物です。ダキルク響き上手かわいい響き、ありがとう。鼻が歌ってたから響きも歌いますか。えどういうこと。歌ってますよ。エアコンが一生主張してる。いや本当だよ、一生歌ってるね、エアコン一生エアコンが歌ってる。マリケン銀河さん本当ありがとう。馬の尻尾今さっき生5人配信しとる。あそうなん、そうなのね。ヤッホー長崎ちゃんめ行って、いやマジで行きたい。ポニーテールとシュシュの愛の手任せろ、任せる。クニーさんこんばんは。マザリアーモノしか知らない、マザリアーモノ。クニーさんこんばんは、三つ編みが好きな人です。お、よかったです。メイクいつもと違うね、よう気づいたな。
そう、若干違うんですよ。でもこのメイクは嫌いです。私はちょっと違いました。浜田響さんカラオケで何を歌うの？美和さん、美和さんとかまこさんとかですかね。歌いやすいから。そう、まこさんとか美和さんとか、なんだろう、最近カラオケ行ってないからな。何歌うんだろうか。星野まさきさんこんばんは。NNB 僕ら何ユリイカ、 NNB 僕らのユリイカもう大好きだよ。それも僕らの、うんうんうん、いつもの青よりもっと深い青だ。あ、これなんだっけ。ダダダ、内側の海は色を変え切る、なぜ恋人たちはここまで来るのだろう。愛を囁く国は波音が必要。はいはい、原付バイクを飛ばして家まで帰る道筋は里山か川を選んできた。そういう目で君を見ない。僕らのユリイカ発見したんだ、ずっと近くにいた。違うね、ここずっと近くにいたのに初めての感情、夏の太陽に目を細めた時、君のことを綺麗だと思った。ちょっときつい喉がこれは。化粧が韓国っぽいのかな。そうなのかな。今日そんな感じにした感じはしないんだけど、そうなのかな。すごい、ちょちょちょ、 AKB よりブラックピンクとかの方が詳しそう。あのブラックピンクは全然詳しくないね。あんまりブラックピンク様は知らない。知ってるけどめちゃめちゃにファンとかではないんですけど、好きは好きですよ。リシさんこんばんは。ロマンスいいねいらねご存知ですか。わかんない、何それ。メールくんこんばんは、初見って。たけるくん、たけるくんレインボー、レインボーあれありがとう。いつの間に森健銀河さん、ありがとう。音符響きってコールしやすいよね。福山でもって、あ、マジ響きコールしやすい、よかった。響きって明日トラックちょっと緊張する。大丈夫大丈夫、当たるよきっと。あ、当たります。やっちちらこんばんは。ひーちゃん今日もノープロポーズして玉砕してきた。あ、どんまいどんまい泣き寝入りって、どんまい。AKB の推し名は、 AKB さんの推し名は平田由紀さんと佐藤愛理ちゃんです。仕事現場暑すぎてごめんねサマー、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 あ、わからんかも、ごめんねサマー、あ、わかんないわ、ちょっとちょっとね。久しぶりにみやちゃんの片思い歌っちゃうか。いやダメでしょ絶対。歌っちゃダメじゃないっけ。歌えるなら歌いたいんですけどね。うん、なぎいち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 難しくない、結構。みきみきさんこんばんは。つながりは、みわ好きなの。ほう、私めっちゃみわ好きなんですよ。そう、みわさん好きなんですよ。そう、みわさんがすごい好きで、私はずっと、あのっていうか、あの声、歌声、みわさんの歌がすごい自分の声に合ってるから、めっちゃ本当にずっと歌ってて、うん。K-O-M-Y-A-N グーさん、ひーちゃん、ラビュー、こんにちは。
はい、だだだだ。そう、ミワさんの曲をめっちゃ、そのオーディションの、オーディションの時も2回歌の審査あったんだけど、ミワさんの曲を両方とも歌いました。はい、何歌ったっけ、何歌ったっけ、あの時。え、何歌ったんだろう。え、最近歌ってないからな。何歌ったんだっけな、うんうん、うん、これだわ、これ歌ってた、この歌ってた。あ、そうなの、歌詞なら感じ大丈夫そうね。いや全然、僕らのユリカ、溢れる思い、愛は君を照らす。え、待って、溢れる思い、溢れる思い、溢れる想いか。愛は君を照らす光になれる。ルン。あはは。グリオさん、こんばんは。こんばんは。オキドキ歌って、オキドキって何？今週の生きたオンライン話し会まで。で、あ、残りあっという間1週間かよ。あ、1週間しかないんだ。あ、1週間後ですね。楽しみ。パレはエメナル。待って待って。え、待って待って。え、パレはエメラルドは結構ね、難しいんだよね。難しい。マサイさん、こんばんはーって。スキミョンルルー。ハローグーエブリーデ、エブリングエブリー、エブリングマイフロムインドネシアかな。こんばんは、ハロー。んー、ミワちゃん、うん、関西山ちゃん、こんちゃっす。審査でミワちゃん歌ったの 初見。ほんと？初めて知ったの。ホムラ歌って、ホムラ歌えないかも。私もミワさん大好きね。え、私も441、あ、時間が経ってが好き、好きです。光栄も好きだよ。時間が経って色褪せたって取り戻したいよ、あの時の笑顔忘れかけてしまったの。そう、光栄大好きですね。めっちゃ、もうめっちゃ大好きなんです私。そうと繋いだ手から愛を感じた。ウェイヨー、ノブイロさん、こんにちは。ミヤちゃん懐かしいね、歌ったもんね。ミヤさんの曲をね、あの、なんだっけ、オーディションの時に歌ったんですよ、アカペラで。あと、アイリさんのすごいダンス配信見ましたが、ひーちゃんのダンス配信も見たいです。え、ひーちゃんね、ダンス配信できるほどのダンスうまさないからさ、もうちょっと練習して完璧にね、ダンスがうまくなったらあれだね。ねむねむさん、こんばんは。三夜焼き、何それ、焼き食べたいです。何それ。まささん、こんばんは。こんちゃす。この時間が安定なけ、この時間がね、結構私安定で配信してますから。承知の大さん、こんばんは。またカラオケ配信で聞いてみたいな。聞かせますよ、聞かせます。レッスン頑張ってますか。頑張ってますよ、頑張ってます。 AKB 詳しいんだね。そうだね、前の曲とかはめっちゃ知ってるかも、ま、今の曲も知ってるけど、そう、どっちかっていうと前の曲の方が知ってる曲は多いかなって感じかな。もちもちニックネーム戻すか、猫さんに。三八焼き、三八焼きって何。ツアーのセトリが楽しみです。楽しみにしててください。私もね、まだどんな感じなのかちょっとあんまり見てないけど、どうなんでしょうね。何が入っててほしいんですか、皆さんは。
何が入っててほしい？ツアーは歌、瀬戸里、南区にあるお好み焼き屋さん、サンパチ、え、お好み焼き屋さんなんだ、そういうことね。明後日からひーちゃんメール取るぞ、好きな人と話してると、時間という間なんだなぁ、時間という間でしょうでしょうでしょう、いつかガチテンションでマジマジジョテッペンブルースお願いします。マジジョテッペンブルース、マジジョ、うん、マジスカ、マジスカ学園のさ歌なんだったっけ、マジスカかな、マジスカラクラナダセトゥル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 、難しいねこれね、ちょっと無理だわ、難しい。ラブの修行、夜風の作業、どういうこと？ニンニクパウダースパイスかけてかけかけかけてあっておいしい。ニンニク？ニンニクかかってたらおいしいね、それはおいしいわ。ラブ修行、サングラスデイズ、ナギイチ、ラブラドールレトリバー、風を待つ、キリンさんのショートケーキも聞きたい。ショートケーキ？キリンさんのショートケーキ？難しくないか？最高、最高かよ、最高かよ、いいね、最高かよ、いいね。 HKT メンバーから煽られたらスイッチ入る、 いいな、最高かよ、恋って恋って最強かよだよね、私も大好きなんですよね。サングラスデートでひーちゃんのニコニコ笑顔が見たい、さてどうでしょうか、ありますかね。てかやばい、ニキビ今ちょっとなんかかさぶたなんか取ったら血出てきちゃった、はははは。手もでも涙、手もでも涙、痛いな、ニキビ血が出てきてる。おひいちゃんから煽られたら死ぬ、死ぬ、大丈夫大丈夫、恋って恋って最高キャオかよってね、マジマジカックンロール、マジスカックンロール、夜風の仕業よ笑、あ、歌、歌の話、ぴょんぴょん、かわいい、ありがとう、マジショテッペンブルースもありましたね。どんな歌だっけ、もうちょっと頭がね、メロンジュースを使ったらレモンジュースありそう。あるかもしれないね。やばすぎ。Y エイスさん、こんばんは、こんばんは。12秒。ズリッツル。ズリッツツー。ズリッツツー。ズリッツツー。12秒。12秒。テトラポットに寄せて返す波音、君が近づいた気配がする、夏の恋が今始まる、唇に触れたのは柔らかなダイヤモンド、今まで君が守っていたもの、どうすればいいのだろう、僕はただ腕の中に君を受け止めるだけだ、動けないよ12秒、トゥル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 、めっちゃ可愛い曲で、あ、私も聞いたことあるよ、松岡花さんが推しです、推しです。タカさんこんばんは、知らんと思うけど SKE の、え、わかんないかも、8分、あと7分ですね、あと7分、サラ出ても好きで、サラ出ても3期生の中でライブで煽りがうまそうなのひーちゃんが行くぞーみたいな感じ、ちょっと煽りしてみたいよね、私も挑戦してみたい、挑戦してみたい。
テトラポッドなんだ。どうね。そう、そう、そうそう、ここがめっちゃ好きで。世界中で一番綺麗な宝石をあげる。だからちょっと目を閉じてなんていたずらっぽく言われた。 OK? テトラバッタリー、ひーちゃんの声しちゃう、なこちゃん系統かな、どうでしょう。テトラポッドに寄せて返す波音。うん、ニキビ立派に成長してるね。いや、血出てきちゃって、ニキビが治りかけてるんだけど、ニキビがちょっと痛い。ハマコさんライトありがとう。アコギ始めない。いや本当にあのギターしたい。アコギってギターだよね。弾き語り配信とかできそう。いや本当にね、したいの。ギター欲しい、ギター欲しいね。ひーちゃんなら煽りできそう。したいね、マジで。音程外さないし、歌がとっても上手。ありがとう。ゼレーションチェンジ、カラオケあれば歌ってほしい。何それ、しんいちさん音符ありがとう。宮脇さくらさん、ルセラフィム。そう、ルセラフィム大好き私。ニキビ治りかけほどいちいちしたくないじゃん。本当だよ、なんか触っちゃったもん。今まで触ってなかったのに。ではそろそろ壇上読みます。では13位ザッキー、12位ショウさん、11位ションちゃん、10位しおりさん、9位たけるくん、8位猫さん、7位森健銀河さん、6位ハゼッチ、5位千歳ちゃん、4位ひろしさん、3位エムちゃん、2位星野まさきさん、1位グッチーさんです。今日も来てくれてありがとうございました。ありがとうございました。ハマコさんハートありがとう。ありがとうございました。ありがとうございました。ひーちゃんのアコギ、ハナがドラムの間違いねえ、ギターちょっと弾けるようになりたいな。栄光の駆け足ギターやってしたいね。ギターやりたいわ、ギターやりたい。できたら挑戦してみるわ歌いっぱいの配信ありがとうございました。こちらこそありがとうございました。楽しゅうございました。いいよ、ありがとうございます。ありがとうございます。最後の最後までポッポッポッポー言われてますけど、エアコンさんがね。楽しゅうございました。はぁ、楽しかったな。楽しかった。あのね、今日はね、新しい机が届いたんですよ。そう、お父様がね、机を買ってくれたの。ははは、最高。おやすみ。この最後の最後に報告するっていうね。モチベ、上がりました。ありがとう。ありがとう。いつか好きになる、おやすみ。今好きになれ。何色？白。梅雨ですが体に気をつけて、みんなも体に気をつけて。じゃあね、皆さんおやすみなさい。今日も京都で楽しかったぜ。まだ2分あるね。そう、私は今日ね、この夏をしたい、この夏をしたい、押してくれ。おやすみや、コント。おやすみなさい。クリちゃん、ひーちゃん、ラブユー、こんにちは、こそば。やばい、くまちゃんさん、こんばんは、こんばんは。そろそろ配信が終わっていきますね。では今日も皆さんお疲れ様でした。今日も来てくれてありがとうございました。では明日も会いましょう。
じゃあバイちゃー、バイバーイ、たけるくんバイバーイ、みんなバイバーイ、おやすみなさーい、いい夢見ろよ、バイバーイ。パッパッパッパー、バイナラー、シャキンシャキン、ひーちゃんラビューって言ったからお名前呼んだ。としろさんバイバーイ、おやすみ、しまいちゃんおやすみ、ぴょんぴょんおやすみ、おやすみ、みんなおやすみ、おやすみなさい、ポンポン言うな。バイバーイ。